頭の悪い人、いい人の違いはどこで分かりますか？結局でもそのいい頭のいい悪いってその対象によると思うんですよ。例えばじゃあそのみんな日本語で喋ってて日本語拙いって頭悪いと思われるんだけど、その人は別になんかネイティブが英語でしたみたいなパターンもあるし、でじゃあその野球すげえうまいっていう人ってその頭を使って野球やってると思うんだけど、じゃあその数学できるかっていうとそうでもないので、ある程度何を対象にしてるかによるんですけど、ただ大体この能力を持ってると他にも応用が効くよねっていうのが、その合理的な考え方ができるかどうか。その合理的な考え方ができる人って、じゃあその野球でうまくなったとしても、じゃあサッカーでうまくするにはどうすればいいかとかで、まあ頭使って考えて結果を出したりするんで、例えば将棋の羽生さんっていう人がいるんですけど、多分史上一番多く勝った人なんじゃないかな、今棋士としては、その将棋の棋士としては。であの人ね、チェスでもなんか匿名じゃないか、チェスでもなんか段取ったんだっけっていう感じで、割とその他のでも頭のいい人なのでやるとできちゃうっていう。